はい、よくみんな、ラステオスさんだよ。ラステオスさんと一緒に英語の一言フレーズを学んでみよう。実はラステオスさんも英語をうまく話せないんだ。だからみんなと一緒にラステオスさんも頑張って英語のフレーズを覚えるからね。それでは今回のフレーズだ、行ってみよう。手相占いが得意なんです。 I'm good at palm reading. 手相占いが得意なんです。 I'm good at palm reading. 手相占いが得意なんです。 I'm good at palm reading. 今度はおじさんが発音してみるね。 I'm good at palm reading. I'm good at palm reading.どうだ、流行ってるかい。こんな感じかな。次はみんなも一緒に発音してみよう。 I'm good at palm reading. I'm good at palm reading. I'm good at palm reading. どうだい、できたかい。もう一回言ってみるよ。 I'm good at palm readingI'm good at palm reading. I'm 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 good at palm reading.オッケー、今回はここまで。もっと詳しい英語を学びたいなら関連動画を参考にするといいよ。概要欄にもおすすめリンクを貼っとくから見てみてね。チャンネル登録をすると新しい動画が公開されるときに見つけやすくなるからチャンネル登録してみてね。あとグッドボタンもね。ではまた。 See you next time.